百州武道具店の動画。えっへん、わしは虎之助虎太郎、剣道五段の先生である。見よこの立ち姿、このたてがみ、つぶらな目、立派じゃろう。先生こんにちは、はじめまして。今日は稽古よろしくお願いします。なに、このわしと稽古がしたいじゃと。仕方ない、今日はわしも気分がいい、受けてやろう。さあ来い。いやいやー、この先生強い。行くぞ、必殺面、おりゃー。あれ、もしかしてこの先生手と足が合ってないんじゃないの。本当や、合ってないな。こんな先生とやってたってこっちが剣道下手になるだけやわ。帰ろ帰ろ。あー、またや、またやってしもた。つらいな、わしやって自分で手と足が合ってないのは分かってるのに。何遍練習してもできんのや、どうしても手と足が合わんのや。いつもそうや、構えるまではええのに、面を打った瞬間にバレてしまうんや。手と足が合わんのがバレてしまうんや。悲しいな、悲しすぎるわ。今までなんとなくごまかしてきたけど、やっぱり手と足合わないかんな。頑張るか。いた。わしこれから頑張るからな、手と足合わせるからな。こんにちは、百州武道具店の宇賀です。やってますか。おお、今日はですね、悩んでる人多いと思います。打った時に手と足が合わない人、手と足が合わない、何回やってもうまく合わない、いつも注意される、これやりましょう。必ずできるようになりますから一緒にやりましょう。今回の手と足が合ってないよっていうビデオは2本立てになります。まず1本目、今回のビデオの、このビデオの中では手と足っていうのはどういう風に合わないのかっていうのと、それと合わない原因を4つお話しします。そして次のビデオ、2本目のビデオでは実際に手と足を合わせるにはどういう練習をすればいいかっていうところまでやります。特に小中学生の初心者の人、もしくは力のない女性の方、聞いてください。手と足が合わないうちっていうのは剣道では一本にならないんです。危険体の一致っていう話があって、これ一本にならない。そのままこれができてないのにどんどん練習を重ねていく、試合にも出るってなっていくと、本来だったら上手になるために練習稽古していくのに、手と足が合わないままいろんな技を覚えていくっていうことは、下手になるために練習していくようなもんなんでしょう。そのぐらい最初の段階で手と足と合わせるっていうのは大事。みんな上手になるためにやりたいよ、そりゃ。だったら最初の方で一番最初、もしくは今できなかったら立ち戻って手と足を合わせるとこしっかりやりましょう。また大人になってから剣道を始めた人、子供の時やってないでも大丈夫です。大人になってからやったとしてもなかなか合わせるの大変だけど、とにかく手と足を一緒に合わせる、声と一緒に合わせるんだっていうことをイメージして一緒に練習していきましょう。必ずできるようになりますから。そして最後に、剣道何年もやってる大人の人、商談審査も何回も行ってます、だけど4段5段がなかなか受からないって人、その方はいろいろ考えるんです。いろいろ考えて、ああ審査の時に初太刀打てなかったからかなとか、相手をもっと引き出さないといけないのかなとか考えるんですけど、そうじゃない、そうじゃない。もっと大事なところ、手と足が合ってないっていうことが本当に多いと思います。僕はそっちの方が断然先だと思います。今日は大変厳しいことを言うようですけども、4段5段、手と足が合わないまま受かっちゃう人もいるんです。受かっちゃったら受かっちゃったり、それは苦労なんですよね。何が起こるかっていうと、こう構えます、もう年齢もある程度いきました、それなりの雰囲気はできるんです。立ち姿、声、うぃやー、めちゃくちゃいい雰囲気がある。だけど最初の面打った瞬間バレちゃうんですよ、手と足が合ってないのが。こういう思いをしてほしくないんです。それに対して周りのもっと上の先生方はいろいろアドバイス最初くれてたと思います。最初くれてた、何々さん手と足合ってないですよって言ってくれてたと思うんですけども、それも遠慮して言ってくれなくなります。それが大人なんです。いつも毎回言われ続けたら嫌になっちゃうよ。そう、言われた人も嫌になっちゃうし、言う方も嫌になっちゃうんです。そして結果どうなるか、あ、この人はセンスがないんだなってなって、もうそのままなんですよ。これが大人の世界。そしてさらに悪いことに、もうさらに悪いことなんですよ。もう僕もなかなかこういうの勇気いるんですけど、もう本当のことを言わせてください。YouTube では本当のことを言わせてください。なかなか面と面向かってね、こういうことを絶対僕も言わないですけども、気遣って言わないですけどね。手と足が合ってない、
だけどそれなりの年齢が来てるんで先生先生って言われてるんですよ。子供たちから先生先生って言われてる。だけど手と足が合わないままそのまま商談審査受けに行っちゃう。年に3回京都愛知東京受けに行く。でもやっぱり合わない、危険界一致のうちができないから落っこちて帰ってくるんですよ。ああまたダメだった、人たちがどうだった、相手を使えなかった。違うんです。危険体一致の手と足が合ううちができないままここに戻ってないんですよね。この合わないままやってるから、これが本当に悲惨な原因はそこにあるんです。今僕がこういう話をすることで当然傷つく方が出てきます。大人の方で商談審査なかなか受からない方、この話聞くと本当耳が痛いです。聞きたくないです。傷つきます。だけど今日このビデオの中では僕も真剣にこの手と足と合わせるのがどれぐらい大事かということを伝えたいので話させていただきました。やっぱりなかなか大人同士だとこういう話しないんですよ。オブラートに包んで柔らかく言う、もしくはもう言わないになってそのままスルーしていくんですけども、やっぱり真剣にどっちの方があなたのその剣道人生に対して有意義かっていうのをもう一回ちょっと考え直していただいて、ビデオ見ていただいて、できれば一緒に僕と一緒に、危険体一致手と足合わせていきましょう。普段指導している子供たちも見てますから。寿司三昧。じゃあ早速ですけども、ここからが解説編です。じゃあまずは正しい例、これが手、これが右足の踏み込みだとしたら、これとこれがドン合う、これとこれが一緒、これとこれが一緒のうちを見てください。次に悪い例、初心者あるあるなんだけど、手と足が合わない、手と足が合わないっていうのはもうどうなってるかっていうと、まずね、初心者に多いのが足が先につくんですよ。足が先について手が後から、足が先について後から、こうなっちゃう、こうなっちゃう。見てください。さらにもう一つ悪い例を見てください。さっきの本当だったらダン1で1で両方合わないといけないのに、これが1、2になっちゃう人、1、2になっちゃう人。これに加えてさらに次足、左足の次足も一緒になって1、2、3っていう変な打ち方になっちゃう人、1、2、3っていう打ち方になっちゃう人、本当にいます。見てください。なんでこんなことになっちゃうの、今辛いね、悲しいね、でも大丈夫だから絶対できるからね、絶対できるから。でまずいろんな原因はあると思うんだけど、なかなか一人だとこの辺自分の見えないところが見えない、自分の見えないところが見えないんで、誰か見てもらうといいかもしれないです。ビデオ撮ってもらうとか、お父さんお母さんとか、県の仲間とかに、ね、見てもらってください。まず一番目の原因は手の振りが二拍子になってるってことなんです。まず腕の振りが2拍子になってるって話しますね。2拍子っていうのはみんな音楽で習ったパンパン2拍2拍パンパンになってるってこと。本当は剣道は1拍子1拍だからパンだからパン、これで打たないといけない。だけどパンパンになってるよと。これ具体的にどういうことかというと、構えてるでしょ、構えてるでしょ、構えてて振りかぶった時に1なんだね。振り下ろした時に2 1 2 1 2。本当は剣道は構えて1なんだよね。1だけど1212になってる。つまりこの1のここで止まってしまってるってことだね。ここで止まっちゃってる。これが2拍子の振りです。1拍子で物を振るっていうのは難しそうに見えるけど、実はねみんなもやってることなんですよ。前の動画でもやったけど、まずはこれ、ハエ叩き構えてて1、ハエ叩き1、これ1拍子なんです。ハエを叩くのにここから1、2叩く人いないでしょ。ここから1、これ1拍子、もしくはピコピコハンマー、これも1拍子です。ここから1でしょ、ここから
1でしょ、ここから1ピコピコハンマーを1、2ピコピコハンマーを1、2ってやる人いないでしょ。もうここからバン、ここからバン、剣道の動きってこの1でやらないといけないでしょ。だからピコピコハンマーやるみたいに竹刀を使えればベスト、このタイミングで打つんですよ。なんだけど、なんで竹刀になると急に難しくなるかっていうと、これ両手だからなんですよ。両手だから難しい。ピコピコハンマーを両手で打てって言われたらちょっと難しい感じするでしょ。1、2になっちゃうかもしれない、もしかしたらね。でもこれを竹刀と同じようにピコッ、こうピコッ、これが1秒死の打ちです。2番目の原因は竹刀の振りかぶりが大きすぎることなんです。大きすぎること。竹刀を大きく振りかぶるのって悪いことなの？先生はいつも大きく振れ大きく振れって言ってるよ。もちろんそうなんです。大きく振るのはいいことなんだけど、大きく振りかぶり方をちょっと見ておいてくださいね。まあこう構えてますよね。そして正しく振りかぶるとどこまででいいかっていうと、ここ上段の位置、上段の位置、左拳がおでこの前、握り拳1個ね、ここ1個までね、ここで脇を開ける、ここまで振りかぶれば竹刀は45度、ここまで振りかぶれば手と足が合った位置を打つにしてはもう十分大きいんですよ。十分大きい、ここまで十分大きい。じゃあ振りかぶりすぎってどういうことなの？ここじゃなくてこれ以上こういっちゃうんですよ。こういっちゃう、そして剣先が下がっちゃう、剣先が下がっちゃう、そして左手が曲げないで伸びてこうなっちゃうんですね。こうなっちゃう、見える？ここは緩んでこうなっちゃう。こういう振りをしてると振りかぶりが大きすぎて1、2になっちゃうんですよ。ここまででいいから、ここまででいい、ここまででスパン、ここまでで十分だから、ここまでで十分。これが手と足を合わせた時の、これが大きい振りかぶり方です。振りかぶったところにここが伸びすぎて手が緩んでこうなってるわけで、剣先が下がってるの、剣先下がってる。そしてここからこの振りかぶり方について大事な話をしますから、よく聞いておいてください。特に力のない小学生もしくは女性の方、よく聞いておいてくださいよ。構えてて今みたいに大きくここまで振りかぶるっていうのはすごく力がいることなんですよ。力がいること、ここからここまで振りかぶってここまで下ろす、これは誰だって力いるんですよ。大人だって力いる。だけど力のいらない振りかぶり方っていうのがあるんです。力を抜いて、さっきお話したここの上段、ここから落とす、竹刀の重さを感じて落とすだけだったら、ここからストン、ここからストン、これだったら力いらないんですよね。この構えたとこから後ろまでうわーって引き上げて、そこから下ろそう、大きくする、大きく振りかぶる、こうやると力がいるんですよ。でもここまでで十分大きいんだったら、ここまで振りかぶって、上段まで振りかぶって、ここからストン、こういう振り下ろし方だったら力のない人でもできるんです。手と足が合わない3番目の原因は足がちっちゃすぎることなんです。足がちっちゃすぎる。手はここまで大きく振りかぶってくださいって言ったよね。ここまで振りかぶらなくていいよ、ここまでは大きく振りかぶってください、上段までは。なんだから手ここまで振りかぶるのに足こんなちっちゃかったらできないですよ。足も大きく前です、大きくです。前に出すときには左足で床を押すように体重ごと前に出す。右足だけ前に出すんじゃないよ、右足だけ前に出すんじゃなくて左足で床を押すように体ごと前に出す、これが剣道の動きなんです。うわっと、うわっと、こういう動きをします。こんなちっちゃかったらちっちゃいとうまくいかない、ちっちゃすぎる、これ足が。足を大きく左足の親指の付け根で床を押すように前に出ます。手と足が合わない原因の4番目は力がとにかく入ってること。力が入ってる、もうここめちゃくちゃ力入ってる。その原因は2つあって、1つは
あなたにとって竹刀が重すぎる時があります。重すぎる、本当に重い時、小学生の低学年とかどうしたってもう重い時があるんですよ。そうするとめちゃくちゃ力入るの、こうやってめちゃくちゃ力入るの、力入るの、正しいこういう持ち方ができない。これはこの重たい竹刀をなんとか振り上げてやろうと思うから力が入るんですね。その場合にはもうピコピコハンマーでいいです。ピコピコハンマーだったら力抜けるでしょ。もう軽いから、軽いから力抜いて、こっからピコ、こっからピコ、いや新聞紙でもいい、新聞紙も、新聞丸めたことでもいいから力抜いてピコ、こっからピコ、もう軽いもので練習しましょう。でもう一つは、力が入っちゃうのはもうその前にも出てきたんだよね、振りかぶりすぎの場合があるんですよ。ここまで振りかぶって下ろすっていうのはすごい力がいることなんだよね。ここまで振りかぶってここまで下ろすっていうのはすごい力がいることなんで、こういう力の入ってる人はこれを抜くためには、ここも上段のところまで、こっからストンと落とすような、落とすようなイメージの打ちを練習しましょう。軽いものを使う。もう一つは後ろまで振りかぶらずに、こっからストンと落とすような力がない方でも打てるような打ち方を練習すると。この2つですね。抜く、入れる、抜く、入れる、抜く、入れる、力を抜く、入れる、抜く、入れる、抜く、入れる。いかがでした？ここまでが1本目のビデオの内容になります。ちょっとまとめると、まず手と足がどういう風に合わないかっていうのを説明しました。本当だったら、竹刀の打つ時と足、右足の踏み込みがドーンと一緒になるのがいいんだけど、これが初心者の場合は、いやー、足が先について後から手が来る場合がほとんど。足が先についちゃってる。まずはこういう状態になってるんだと。そしてその原因が4つありました。1つ目は腕の振りかぶりが1、2、2拍子になってる。1、2になってる。ここで止まっちゃってるのが原因だと。でもう1つ、2つ目は腕の振りが、竹刀の振り上げが大きすぎる。大きすぎる。一拍子の面の打つ時にはここまででいいから、ここまで、上段まで、ここ拳1個分上段まで振りかぶって、そこから落とすようなイメージでもう十分です。これでも十分大きい。3番目は足が小さすぎる、足が小さすぎる。手は大きくここまで振りかぶるんだから足が小さすぎるとできません。足も大きく出す練習で手と足が合うようになります。そして4番目、力が入りすぎてる、力が入りすぎてる、力が入りすぎてる原因の一つは竹刀が重すぎる、竹刀が重すぎる。もう一つは竹刀を振りかぶりすぎる、重い竹刀を上まで振りかぶらないといけないから、だからこういう軽いピコピコハンマーとかで力を抜いて練習してみてくださいって話しました。今日はここまでになります。次回の2本目のビデオでは実際にどういう素振りをすれば、どういう練習をすれば手と足が一致するかっていうところまでやりますね。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるでしょう。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。